はい、ウィンドウオーケストラ科のリペアの授業に潜入しました。野田君、その振り回しているライトセーバー何に使うんですか？これはこのタンポの主にサックスとかの、まあ、今穴だらけですけど、このこういうとこにこう刺してこう光を確認してのずれてるかどうかっていうのを、ここがちょっと光がずれてるとはみ出て光が見えちゃうってこと？そういうことです。でこうやって光を見て、でずれてる場所を探して、でこう直してくってこと？そういうことです。そのためのこれです。超ライトセーバーじゃん。これサックスのタンポってこんななんですね。そうです、こんななんです。面白い、めっちゃバラしてあります。すごい、頑張ってください。はい、振り回さないの。